庭料理の作り方を教わりながら料理の基礎についても学びたいなと思ってて、でいろんなところでその話をしていたんですよ。でそしたらなんか話がいろいろ進んで、なんか番組作るみたいな話になって、娘が生まれて自分でも料理するようになったんですけど、なんかこう基礎も何も教わったことないし、これってちゃんと面白いコンテンツになるのかなっていう不安もあって、だってこう料理番組って絶対上手い人がやるっていうのがセオリーで、上手い人がこれどうだってこんな感じじゃないですか。ちょっともっとすごいしっかりやってると思うんですけど、そうじゃなくて初心者の僕だからこそ一番下からこう基礎をこう積み上げていくような、なんかそういった番組にできたらそれはそれでいいんじゃないのかなっていうことで、海外にいる友達が日本の文化にすごい興味があって、で特に食べるのが好きなやつが多いから、日本の家庭料理たまたまなんか友達に日本人のクラスメートがいて、でそこに遊びに行った時に日本の家庭料理を味わって衝撃を受けたらしいんだよね。で確かにその日本の家庭料理って知らない人が食べたら衝撃を受けるかもしれないなっていうところは自分にもあって、僕も帰国子女でそのスイスに住んでた時にお弁当をこう学校に持ってくと、もうみんなに食べられちゃって、僕が食べるもの何も残ってないみたいなことって結構あって、だからそのくらいこうみんな興味がある可能性があるんじゃないのかなって。日本の家庭料理ってこう人気なもので言えば本当にたくさんあるから、そこら辺をこう習得していくっていうのもすごい自分にとって絶対財産になると思うし、何より家族が喜んでくれると思うから、すごいこの番組実現できて嬉しいんだよね。はい。いいですね。本当に一番身近な家庭料理の一つって感じですかね。もちろんうちの母も作ってくれたし、うちの妻も友達ん家のお母さんも、もうどこ行っても唐揚げは絶対作れる、みんなレシピとして持ってるっていうイメージがありますよね。もちろん日本には唐揚げの専門店とか、あとそういうレストランとかに行くと唐揚げは必ずと言っていいほどあるメニューですし、日本人にとってはこうみんなに当てはまるソウルフードなのかなってイメージですよね。娘に「パパの唐揚げおいしいね」って言ってもらいたいんで頑張りたいですね。もうやろっか、やりましょうか。じゃあもう肉の中にぶっこんじゃいますね。お願いします。OK です、はい、じゃあこれ入れてこれ鶏肉をこれは箸使っていいですよね。広げる気持ちでこうつけていくと綺麗に仕上げが綺麗になる。広げる皮を、はい、あーダメだったかも。大丈夫です。わ、おっきいなこいつ。結構ちゃんとついた方がいいですよね。そうですね。その方が食感がいいと思います。これ。サイズとか。やば。お。お。